ビーチハンドボールビーチハンドボールは1992年にイタリアでハンドボールから派生した球技の一つである。ヨーロッパや南米を中心に盛り上がっており近年はアジア圏でも盛んに大会が開催されている。日本国内では秋田ワールドゲームズの公開競技として採用されたことで1997年に初めてビーチハンドボールの大会が 千葉県南房総市富浦町、原岡海岸で開催され、1999年から、全日本ビーチハンドボール選手権大会が始まった。2018年ブエノスアイレスユースオリンピックでは、ビーチハンドボールが正式採用された。2019年茨城国体では、デモンストレーションスポーツとして、行方市の水橋筑波国定公園天皇先、 公演特設コートにて実施された。詳細は、ハンドボール競技規則を参照のこと。試合時間は、1セット10分の2セット制で、セット間のインターバルが5分。室内の7人制ハンドボールとは違い、各セットで多く得点したチームが1ポイント。セット内で同点の場合は、ゴールデンゴール方式でどちらかが1点以上、リードするまで延長戦が行われる。 試合開始はジャンプボールで開始する。得点が入った場合はその場から開始する。セットカウントが1ポイントずつの場合、シューターとゴールキーパーが1対1で行うショットアウトで決着する。7人制ハンドボールにはない2点得られるシュートが存在する。2点得られるシュートはピルエットシュート、スカイシュート、スペシャリストシュート。 ペナルティシュートの4種類である。警告はなく危険なプレーは退場となる。プレイエリアで同時に競技できるのは1チームあたり4名とされ、試合には控え選手を入れて1チーム最大10人まで登録できる。コートの大きさは27メートル X12 メートルの長方形、中央にプレイエリア、両端にゴールエリアがある。ゴールはゴールライン中央に設置し、 高さ2メートル、幅3メートルとする。コートは少なくとも40センチメートル以上の深さのある砂地でなければならない。ボールはゴム製のものを使用する。男子は周囲が54から56センチメートル、女子は周囲が50から52センチメートル台のものを用いる。選手は袖のないシャツを着用し、スワッシュで競技する。 靴を履くことは禁止されている。女子選手は側面の生地の幅が最大10センチまで足の付け根に向かって切り込んだ形のぴったりとしたビキニが指定されている。国際大会としては国際ハンドボール連盟が主催する世界ビーチハンドボール選手権があり、加えてワールドゲームズアジア地域ではアジアビーチゲームズの公式競技ともなっている。日本国内では 日本ハンドボール協会が主催する全日本ビーチハンドボール選手権が1999年により行われている。また、千葉県南房総市、青森県野平寺町、神奈川県横浜市、兵庫県明石市,市、愛知県平均市、宮崎県宮崎市、沖縄県、和歌山県、茨城県なめがた市でも大会が行われている。2019年4月1日、 日本ハンドボール協会は、モデルタレントのやはらりかを、ビーチハンドボールアンバサダーに任命、国内外での普及を図っている。ありがとうございます。